札幌競馬場第3レース3歳牝馬限定の未勝利戦芝コース 2000m 出走馬15頭雨が上がった札幌競馬場芝コースをもダートコース不良の発表で変わりありません出走メンバーのゲート入り4コーナー近くの地点で進んでいます牝馬15頭の出走です最後15番ゲートにサティンボディス収まってスタートしました1コーナーを目指します内から1番のダンスベルレーヌが出てきましたがダッシュがついて6番のパクパクデスは先頭に立ちます14番のカップコルス2番手インコース1番ダンスベルレーヌはやや控えて外から15番のサティンボディスがダッシュついて先頭の座を奪うでしょうかあとは11番のピースオブザライフこの一角に4番トゥルブレンツでその後10番のブリーゼ12番クライノート1コーナー回っていきます1、2コーナー中間で大外枠から15番サティンボディスが先手を奪いましたリード1馬身半から2馬身です2番手に控えました6番パクパクですは外から14番カップコルス直後4番手11番ピースオブザライフインコース1番ダンスベルレーヌ間に4番のトゥルブレンツが行っています直後12番のクライノート1馬身差2番アンブレラダンス3番クイーンディーン外からは10番のブリーゼです後方に構えて5番のアムブロシア並んでいって8番のスコプルス 1000m 通過62秒くらいのペースですこの一角に9番プレシャスストーン7番のコチョウランやや離れて13番のプリマウェイが最後方です3コーナーへと向かっていきます残り800の標識を通過先頭15番サティンボディスのリードが2馬身半ぐらいになりました2番手14番カップコルスが打ち外11番のピースオブザライフ3、4コーナー中間4番手インコース6番パクパクデスは外から勢いをつけて上がっていった8番のスコプルス4コーナーへと向かってこの一角に4番トゥルブレンツその直後に12番のクライノートです4コーナーへかかるところ先頭15番サティンボディスリードは1馬身外から差を詰めて11番ピースオブザライフさらには8番スコプルスこれらの中に14番のカップコルスです第4コーナーカーブ直線コースに向かいました前はサティンボディスカップコルス外からは8番のスコプルス間からは11番のピースオブザライフ最内の狭いところから4番トゥルブレンツ離れた外からは9番のプレシャスストーンクライノートです先頭は8番のスコプルス外からクライノートプレシャスストーン内を救った4番トゥルブレンツ4番トゥルブレンツが1頭抜け出してゴール2着争い最後まで3頭8番スコプルス12番クライノート9番プレシャスストーン並んで入っています最内強襲4番トゥルブレンツ函館シリーズ大活躍の佐々木大輔騎手札幌でも勝利を積みました時計は2分5秒6前を行く馬の進路を見るや最内強襲4番トゥルブレンツに外貨2着争いは3頭先んじて抜け出しを図った8番スコプルスに外9番のプレシャスストーン12番のクライノートが中同じ勝負服の3頭の2着争いです時計は2分5秒6ゴールまでの 800m は51秒2 600m は38秒3でした4番のトゥルブレンツ勝って2着争い際どい勝負は8番のスコプレスやや優勢とお伝えしておきます9番プレシャスストーン12番クライノートの順番でしょうかその後に7番のコチョーランです3月開業の小栗実厩舎これで開業からの6勝目ということになるかと思います小栗厩舎に転球した後は5着3着3着と惜しい競馬が続いていたトゥルブレンツ佐々木大輔騎手とのコンビでは2戦続けて3着だったんですが今日は白星を掴んでいます1着4番トゥルブレンツ佐々木大輔2着8番のスコプルス3着9番プレシャスストーン4着12番クライノートの順5着7番コチョーランです札幌3レース、スタジオで見ててもあその最内ちょっと狭いかなっていうね、ちょっと声もまず上がってしまったんですが、はい、佐々木大輔騎手見事にさばいて、はい、最内4番トゥルブレンツの勝利となりました2着には8番のスコプルスそして3着9番プレシャスストーンが人気薄でした4番8番9番1番人気5番人気12番人気です単勝4番 4.3倍枠連3号 9.5倍馬連4番8番 12.4倍馬単4番8番 24.1倍3連複4番8番9番 80.4倍
三連単4番8番9番324.1倍です。確定までお待ちください。